頭骨炎位端骨折術後の痛みはどのぐらいどうもですてげぽん TV ですてげが専門医による医療相談を行っていますそれでは本日の質問をどうぞ2週間前に頭骨炎位端骨折でプレートを入れる手術をしました手術後 指先に痺れがあったのですが、だいぶ和らいできました。でも、手術で切ったところの上、手のひらの下あたりがずっと痺れていて痛いです。手術したらしばらくはこんなものなのでしょうか。切った場所のちょうど反対側も痛いです。それから、 リハビリはもう始めるのですか一応毎日お風呂で指や手首を動かしているのですが、とにかく痛いです。指はまっすぐになりません。手首も少ししか動きません。手のひらを反らそうとすると、痺れてるところが痛く、また突っ張った感じで、 反らすことができません。術後2週間ではこのぐらいなのでしょうか毎日、痺れと痛みで本当に動かすことができるようになるのか不安です。経験のある方、お医者様など、術後の経過を詳しく教えていただけないでしょうか 頭骨炎炭骨折のプレート固定なのでおそらくロッキングプレートだと思います。手関節や手指の可動域や痛みに関しましては術後2週間では文面ぐらいで普通です。リハビリテーションに関しましては早期にどんどん動かしていいはずなので術後すぐから始める方が普通。主治医に確認してみてください。痺れは少し心配です。 とりあえずはビタミン B を服用しながら経過観察しかありませんが整形外科の中でも手外科は専門の医師の診察を受けられた方がいいのかもしれません。頭骨炎異端骨折に対するロッキングプレートの手術の術後についてですが基本的に手術直後から制限なく動かしても問題ないことが多いです。リリハビリテーションを早期に開始して 少しでも早く直しましょう。